大阪の不良界隈の大物半グレ山根真一は、大阪半グレの筆頭ともされるあの剣門が所属していた地下格闘技団体つわものの代表だった人物で、過去には安倍元首相主催の桜を見る会への出席などで話題になりました。ということで今回は半グレ山根真一の出身地や結婚歴、家族、石垣島での店経営やコロナ関係の会社設立など経歴、逮捕歴と衝撃の現在をご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。山根真一は長らく関西圏で幅を利かせてきた古参の半グレで、大阪で不良を名乗る者にとっては知らない人はいないと言われるほどの有名人です。ネイティブの関西弁のため出身地は大阪またはその近郊だと思われますが、詳しい出身地は明かされておらず、正確な生年月日などのプロフィールも不明のままとなっています。報道では2020年の時点で50歳と報じられていたため、1969年か1970年の生まれだと見られています。以下メディアで報じられた内容ですが、沖縄県石垣島から大阪に帰るという話からも大阪出身で間違いないと思われます。山根真一被告は大阪に帰ると聞いています。実際に今は大阪府内で新型コロナウイルスの除染作業などをしていますが、それもブームに乗っただけでしょう。彼自身が半グレとして非常に有名で、彼を慕って石垣島に行った人間もいます。そういう人たちの生活はどうなるのでしょうね。すでに新たな事業を手掛けているという噂も聞いていますけど、また山根真一の結婚歴ですが、現在までにネット上でも確認されていないようです。その他出身地や実家の家族などの情報も割れていません。なお5チャンネルには結婚に憧れる山根真一というスレッドがありましたが、ほとんどがディスっている内容で、結婚歴に結びつくような情報はないようです。そんな山根真一の最も代表する経歴として知られているのは、地下格闘技団体つわものを2007年に立ち上げたメンバーの一人だということでしょう。つわものとは、在籍者に半グレなど上付きのならず者が多いアンダーグラウンド地下格闘技団体ですが、山根真一はメディア等でその代表だと紹介されていました。メディアで報じられた内容からすると、つわものはもともと6代目山口組の傘下組織が運営に関与していたようですが、アメ村あたりでのメンバーの悪ふざけなどが過ぎてきて面倒を見きれなくなって関係が切れ、その後は別の組織の下部団体みたいな感じの扱いになったそうで、それを引き継ぐ形で山根真一が代表になったと思われます。地下格闘技団体と銘打つつわものですが、その実態は腕に覚えがある凶暴な半グレが集まる犯罪組織で、第一の目的は金儲けであり、西の関東連合を目指していたようです。ですが度重なるメンバーの不祥事により2013年に解散に追い込まれています。半グレ山根真一がその知名度を一気に上げることになった出来事として、2019年に安倍晋三元首相が開催した桜を見る会があります。山根真一は安倍昭恵夫人とツーショット写真を撮影しており、相手の詳しい素性に気づかなかったこととはいえ、夫人の軽率な行動にネット上で批判の声も上がっていました。山根真一が写真を撮った目的は、首相夫人と話ができる立場というイメージを利用した詐欺商法のためであり、実際にこの写真を権威的に用いて悪どい詐欺を働いていたと言われています。拠点を移した沖縄でコンサルタントを名乗り、安倍昭恵夫人とのツーショットを印籠代わりに使っていたようです。なお山根真一がどのような経緯で桜を見る会に出席できたのかは判明していません。ただこの会自体がとてもずさんな管理の上で行われていたことが分かっているため、強引に紛れ込んだ可能性が高いでしょう。裏ルートで招待状を入手した可能性も指摘されています。そんな山根真一は関西圏の半グレ界隈でとても有名でしたが、それはすでに過去であり、逃げるように沖縄石垣島に拠点を移してからは大阪でその名前を耳にすることはなくなりました。しかし2015年および2016年頃に石垣島に拠点を移した山根真一は、もともと3つの反グレグループがあった沖縄において山根グループとして加わり、4大グループの一角となります。山根真一は石垣島で飲食店やマリンレジャーなど複数の店舗を経営していたようで、そのトラブルメーカーぶりを沖縄でも遺憾なく発揮して地元民からとても煙たがれていたようです。山根真一のグループが活動していた繁華街の三崎町は、山根真一が来てからというもの治安は悪化の一途をたどり、観光客さえも怖い思いをする悪環境に変わっていっています。
そんな山根真一ですが、2020年11月5日現地の八重山警察署を訪れて、山根グループの解散と沖縄県石垣市三崎町からの撤退を表明し、裏社会では注目を集めていたようです。しかし山根真一はこれで改心して堅気になったわけではなく、地元大阪に戻って再び悪行を重ねています。大阪に戻った山根真一は大東市内を拠点にしてコロナバスターズという名前の会社を立ち上げて除染作業を始めています。これはもちろん社会貢献活動がしたいからではなく、新型コロナウイルスへの人々の恐怖心を利用した詐欺ビジネスでした。ただ山根真一のみならず、裏社会では一時期こうした詐欺ビジネスで荒稼ぎすることがブームになっていたようです。ここからは山根真一の逮捕歴をご紹介していきます。1つ目、不動産詐欺で逮捕。2010年、山根真一は金融機関から住宅ローンと偽って4680万円を騙し取った容疑で、指定暴力団山口組、極真連合会組員の杉田健二とともに大阪府警に逮捕されています。当時山根真一は不動産会社タイガを経営していました。そして当時無職だった杉田健二を自社社員と偽り、2009年9月に大阪市阿倍野区にある SBI モーゲージの支店から杉田の自宅購入の名目で融資を受けていました。山根真一らは SBI モーゲージに対して初月の32万円を支払って以降、支払いを一切していなかったと見られています。山根真一の逮捕歴2つ目、傷害容疑で逮捕。山根真一は2014年に傷害容疑で大阪府警捜査4課に逮捕されていますが、これは2013年3月29日に起こした事件が原因でした。地下格闘技団体つわものの元選手だった飲食店経営の履歴、つわものの運営会社元社長の金城明という朝鮮籍の男2名が一緒に逮捕されていました。李石が経営する飲食店でアルバイトをしていた当時25歳の男性に対してビールジョッキで頭を殴打し、約1時間半にわたって暴行を加え、頭部に重傷を負わせたとみられています。山根真一の逮捕歴3つ目、恐喝容疑で逮捕。山根真一は2014年5月から2015年1月にかけて知人男性から5000万円を脅し取ったとして、恐喝容疑で2017年3月7日に指定暴力団山口組系組長ら3人と共に逮捕されました。山根真一が石垣島に移住してすぐの事件であり、別件で逮捕されていた山根真一は弁護士費用や示談金などが必要なため、会社を経営するこの知人男性を脅したとみられています。山根真一の逮捕歴4つ目、労働基準法違反の容疑で逮捕。2020年6月23日に労働基準法違反の容疑でも逮捕されています。山根真一は自身が沖縄県三崎町で経営していた飲食店の30代の従業員男性に対し、国が定める最低賃金を下回る賃金で無理やり働かせていました。2018年秋頃から今年春頃にかけて店の売り上げが減ったことを従業員男性のせいにし、山根真一は従業員男性の顔面を殴打するなどの暴力を加え、この男性が店を辞めたいと申し出たことに腹を立て、さらに暴力を振るい脅しながら働かせていたようです。山根真一の逮捕歴5つ目、賭博会長釣り罪の容疑で逮捕。山根真一は保釈中だった2020年8月に賭博会長釣り罪の疑いで沖縄県警に再逮捕されました。2019年6月25日から2020年3月25日の間、プロ野球や高校野球など計453試合について無料通信アプリで全国の数十名から一口1万円で賭け金を集め、実に5231万円を集めていました。山根真一はこの1割を手数料として懐に入れていたようで、1試合で100万円以上の賭け金が集まることもあり、荒稼ぎしていたようです。こうして様々な罪で繰り返し逮捕された山根真一は、2021年2月12日についに那覇地方裁判所で実刑判決が下りました。判決は懲役2年6ヶ月で、反社会的勢力の一員として犯行に及ぶなど順法意識が低く刑事責任は重いという裁判官の判断から、山根真一は刑務所に入ることとなりました。山根真一は過去に何度も逮捕されながら、これまで一度も刑務所暮らしをしたことがなかったようですが、今回ついに獄中での反省を促されることになりました。収監先は報じられていないようですが、那覇地方裁判所での実刑判決ということは沖縄刑務所の可能性が高いでしょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。
皆さんからのご意見ご感想をコメント欄でお待ちしています。それでは。